信人さんどうも深夜に大変失礼しまますすでございます今日ね、あの呼び込みくんっておもちゃね、頂い,いて、非常に気に入ってね、あれでばっかり遊んでたんですけども、どうもあっという間に電池が切れたのか、あのあんまりね、喋らなくなってきたんで、ちょっと電池を交換しようかなと思ってます。まあ、大和くんもね、喋らなくなったら、だんだん手放していって、まあ、いつものように、今最近ね、野菜のね、おもちゃをこう包丁で切るやつがあるんですけども、あれをね、なんか楽しんでますね。ずーっとやってますね、あれをね。 いやダイソーで買ったんですけども買ってよかったなぁと思ってます、はい、えー、それでね本当に本年初の、うん、お邪魔だったんですけどもあのまた暖かく迎えてくださってありがとうございます何、うん、と言いますかね、まあ、私にとっても憩いの場っていうんですかねあのなんかこう修学旅行とか、うん、なんか慰安旅行に行ったみたいな感じを受けるのが高丸さんですねあの 遠くからこの海辺を走ってねくるっと曲がった時にあの3つの山があるじゃないですか3つの島がぐるっと曲がった時に黄色いランプが回ってるとあ今週も帰ってきたなみたいな感じがするんですよね、えー、本当になんかこう他人とは思えないといいますか <laughs> あのとても素敵なお二人に巡り会えて、まあ、運命のいたずらをね感じながら感謝せざるを得ないかなというところでございます。そこに、まあ、大和君もかわって ままた今年1年お世話になりますということです、ね、で、すねコン、うちの奥さんも非常にね気に入ってもう大好きでホクホク今日も食べてましたねこれ本当に美味しいよねってかねすごくよくつけてあるよねみたいな感じでね何度も何度も言ってましたね、うん、いやーなんかねすごいですね出会いってねで今回あの清美さんにお聞きになったと思いますけどもあの岡江理子さん っていう方がね自分のビジネスを始められて53歳から初めてパソコン触ってで人の悩みを聞くみたいなね仕事をやってみたんですよそしたらそれが今副収入で7万円ぐらいになって今月はねずいぶん売り上げが上がって15万ぐらいにいきそうなんですよ。でこれはあのー、時間の勝負ですから多分15万でもう落ち着いてずっとそのままいくんじゃないかなと思いますが、うん、やっぱすごいなと思うのがそのベッドの上でもね 寝たきりでもできるみたいな仕事なんですよ。聞くだけなんで。で、実際、岡井理子さんはちょっとね、難病抱えてらっしゃって、実際にベッドの上からスタートしたんですよね。でも、人の悩みに寄り添って耳を傾けて、そしてね、相談者の方が気持ちを新たにして聞いてくださって、ありがとうございますみたいな感じでね、励まされて、また、 生活ににに戻ってていくところに逆に励まされて今はもうなんかねエリクさん自身もどちらかというとエネルギーもらって仕事によって癒されているっていう形みたいなんですよねだからそれが素晴らしいなと仕事は人をダメにもするし人を育みもするなと思ってるんですよで私自身もビジネスによってね本当に私にいろんなものを与えてくれましたビジネスが出会いもそうですしね 自分を反省させてくれたり鍛えさせてくれたりもちろん稼がしてくれたり休ませてくれたり家族を養ってくれたりさまざまです、うん、考えれば考えるほど出会っていった人がこうやってね目に浮かぶんですけどもねで速化塾のこの、まあ、およそ9年なんですけども9年を振り返ってもね初期の頃あんな人がいたなあ,あの頃はああいう人と格闘したなとかね 様々思う時に今目の前にいる人はたこまるさんの信人さんとかね清美さんはじめ浩司さんであったりねその他の今そっか塾を支えてくださる方今私の動画に思いを寄せてくださる方そして大和くんがそこに参加しているみたいなね、えー、そんなことを感じながらの今日一日1月9日の深夜2時今日一日スタートをするということでございます。 どうもいつもありがとうございますたこ焼きおいしかった大和くん今日も4つも食べました、うん、それじゃあこれからもよろしくお願いします今年一年また伺います今度は15日になると思いますいってらっしゃい